ロープロジェクトメンバーが総出演する新春恒例のコンサート、ハロー PR オジェクト2020ウィンターハロープロジェクトアイス、チルダサイド A チルダコンマチルダサイド B チルダが2日、東京、中野サンプラザより開幕。開演前、モーニング娘。コート20の福村清らが囲み取材に出席した。同コンサートツアーは、モーニング娘。コート20、アンジュルム、ジュースイコールジュース、拳ファクトリー、椿ファクト。B、BEYOOONDS ら総勢6組のハロプロメンバーとハロプロ研修生が出演し、各グループのオリジナル曲はもちろんのこと、シャッフルメンバーによるハロプロソン、うのパフォーマンスが披露される、ハロコンならではの賑やかな演出を、サイド A、サイド B と異なる内容のステージを、全国7会場、全25公演、4万8000人を動員予定。囲み取材には、福村をはじめ、竹内あかり、アンジュルム、金沢智子、ジュースイコールジュース、井上レーン、こぶしふ、クトリー、岸本ゆめの、椿ファクトリー、山崎ゆめは、BEYOONDS。先は正式には立つ先の計6人が出席。椿ファクトリーからは朝倉キキが出席する予定だったが、インフルエンザのため2日3日の公演欠席を発表。岸本は去年腰の体調の関係で活動を休止していて、復帰はしたのですが、復帰してから熱量がすごすぎて、年末にリハーサルを頑張りすぎてインフルエンザになってしまったと説明し、そのやる気を私たちメンバーは見ていますので、キキちゃんの分も気持ちは9人でしっかりパフォーマンスしたいと話した。ハロプロ観客のジャンプ禁止実施へ。ハロプロでは昨年10月、安全面を考慮してコンサートイベント中の観客によるジャンプ行為の禁止を発表。2020年1月2日以降よりルールを適用するとしていたが、竹内はまだ私たちも体感していないので、この後どんなライブが作り上げられるんだろうという不安もありつつ、ちょっと面白そうだなというのもありつつ、今まで見たことのない景色が見ら出ると思うのでワクワクと心境を明かしながら、曲によってはジャンプする曲もある。アンジュルムは大器晩成のジャンプをどうしようかと悩んでいるので、また新しく面白いものが思いついたらいいなと思いますとコメント。ジャンプ行為が禁止されることから、実際にメンバー間で話し合いをしたグループも、椿ファクトリーは足を地面につけていればいいから低めから初めて伸びる、ここ実際の背の高さが最高地点になればジャンプではないので、ジャンプの前に1度助走をつけてここで終わるというのは一旦やってみたらいいんじゃないかと提案した岸本。モーニング娘。コート20もバウンドとか言っていました。上にジャンプするのではなく、逆に下に下がればいいんじゃないかと話していたと福村は明かしたが、 BEYOONDS が自己紹介の時にジャンプをするんですよ、だからハロープロジェクトの中でそれも BEYOONDS の特権になるのかなと思うとちょっと悔しいと本音を語った。またジャンプをしている観客について福村は楽しそうではあると話したが、でもコンサートの楽しみはジャンプだけじゃない、むしろジャンプができないからコンサートには行かないと思われたら私たちは何なんだと思うので、
それ以上に楽しんでもらえるようなパフォーマンスをお届けしたいと意気込み。竹内は体力は結構残りますよね。体力は半減されるので、今までジャンプして足腰がつらかったな、という方に関してはラッキーなんじゃないかなと思います。接骨院通いがなくなる、とファンを気遣い、笑いを誘っていた。ハロプログループ6組、2020年の抱負を発表。さらに囲み取材では、2020年の抱負をそれぞれメンバーがグループを代表して発表。モーニング娘。コート20の福村は、ネズミは大黒天の使い。ネズミは福の神の使いと呼ばれていて、手助けや先が見えるという風に言われているんですけど、私は今年年女なので、子のネズミみたいに、モーニング娘。コート20やハロー、プロジェクトの服の使いのような存在になれるように、と願いを込めて、発表。椿ファクトリーの岸本は、超、2019年もいろいろな挑戦をさせていただいた。のですが、2020年はもっともっといろいろなことに挑んでいきたい。今ライブハウスを回るというツアーをさせていただいているのですが、ステップアップして次はホールなど大きな場所でライブをやりたいなと思っていますと、グループの進化に熱く意気込み。ジュースイコールジュースの金沢は、令和になって初めてのお正月で、ジュースイコールジュースはライブ活動が大好きなグループで、他のグループと比べてもすごく多い。日本でのライブ活動はもちろん、和の心、日本の文化を、オリンピックもありますし、海外の方々にもどんどん広めていきたいとアピール。こぶしファクトリーの井上は、咲き拳の花は春に咲く花、春を告げる花と言われていますが、こぶしファクトリーは春だけでなく、一年中咲き誇っている花でありたい、と思いを明かした。昨年末に、第61回輝く日本レコード大賞で最優秀新人賞を獲得した BEYOOONDS の山崎は、新ピヨ2019年にメジャーデビュー、そしてアルバムを発売し、アルバムを引っ提げたライブをすることができて、日本レコード大賞で最優秀新人賞をいただくことができました。いつも応援してくださるファンの皆様のおかげで、すごく充実した1年を過ごすことができたんじゃないかと思います。2020年は初めての単独ライブツアー、主演舞台も決定しているので、昨年以上に4と飛躍できるように頑張りますとフレッシュに発表。アンジュルムの竹内は、努力、2019年は下半期に続々とメンバーが抜けていったので、今年はみんなで努力して新しいアンジュルムを築き上げられたらいいなと思っていますと、気合十分で新メンバーを募集することから、新しい子がアンジュルムに入ってきてくれるということで、私たちも引き続きどんどん努力して先輩らしい